皆さんこんにちは、沢竹です。今日は TA07 パート4、はい、こちらのね、TA07R こちらをこの外で、組み立てていきたいと思います。最初は、こちらの写真ですね。シスマウント、こちらね A の 1B1D のストレートタイプ、そして、GXB1B の兼用タイプ、セパレートの、ね、分割式のシスマウントが入ってますね。そして次はドリフトがありますね。ドリフトコース。これがグリップコース。こんな感じでーす。TRZ です。07ではい、僕の YouTube ちょっと遊び来たよっていう、これ親伊豆さんでーす。ついに、はい、サウダケ YouTube よろしくお願いします。すみません、お邪魔しました。今日すごく楽しかったです。こちらね、富士市にある、ボイフットさん、富士山がね、見えますね。下が駐車場、上がね、お店、サーキットになっております。行ってみたいと思います。とお店側の方からね、ちょっとコースの方見ております。とってもね、広くてね、走らせやすいコースです。走行時間はね、こんな感じでね、分かれてますね。ちゃんとタミチャレ、タミヤレギュなど、低速車優先。はい、今日はね、RCF とライキリのボディをね、持ってきました。マシンは TA07R。はい、RCF とライキリ、ちょっと高さがね、違いますね。僕、昔ですね、ラジコンの先輩に、ラジコンのね、やるときは必ずチョコレートをね、持ってくようにというふうに言われて、こちらね、僕の、ね、大好きな、ね、味に好みですね。もうごちゃごちゃ入ってるのが大好きですね。でこちらのね、ギアデフ、もう一つ、ね、持ってきました。前回ですね、ダイレクトでちょっと走行したところ、とってもね、フロントグリップが高くて、少し運転しづらくね、感じたので、ダイレクトをちょっとね、やめて、今日はね、ギアデフにしてね、走ってみたいと思います。今日このギアデフはですね、タミヤの、ね、緑色の5000番というオイルをね、入れて、まず走行を始めたいと思います。これでフロントの、ね、トラクションが少しかかってないなと思ったら、ね、ちょっと固くしていってハイグリップで安定しているサーキットの場合はギアデフを、ね、少し動かした方がいいんじゃないかと思ってトライしてみたいと思います。ボディはどうでしょうね。 RCF か
まあ、ライキリかと、まあ、ライキリが安定しそうですね。ただ個人的にこの RCF がちょっと背が高い感じでね、あとフロントのこの辺のスポイラー、あとリアのねこのデザインがねとっても好きなので、ちょっと使っていきたいと思いますので、ちょっと走り比べをねしていきたいと思います。 1A がだいたい標準です。 07R が 1B、2段階狭い状態 1X でやっております。こちらは普通の TRF ダンパーのロングバネゴールド、リア側はイエローのねブルーマイカっていう、まあ、イエローですね、イエローの若干硬いような、ね、感じがします。ダンパーをね少し好みで、まあ、立ててますね。2段階ぐらい立ててる感じですね。とハイトが高い、ね、ボディを少し、使ってますので、重心の高さからくるねヨレを少し減らそうとしてダンパーを立ててると、まあ、同時にグリップも、ね、若干上がるので、最初の初期グリップ的なのを上げるつもりで立てて、相乗効果でちょっと狙って、おります。あと白ベルトはですね、やっぱりちょっとこう張り気味がいいですね。これどうしても柔らかいのでだんだん馴染んでくるので、逆に張るとですね少しこのテンショナーの調整がちょっと難しくて、張ったつもりだともう張りすぎちゃったりとかですね、まあ、駆動がちょっと重たくなったりとか、あとまあ柔らかくすると今度なんか前に出ない感じでね、スロット付きが少しなくなったりするので、ちょっとこう微調整が難しいですね。ちょっと張り気味でいて負担ならないぐらいでやっています。